つばいシつばいシとは、唾液腺内部や唾液を分泌する管内に生じることがある血石である。なお、このつばいシができたために起こる疾患を、つばいシ症と呼ぶ。画面下部の矢印の箇所に、つばいシができている。つばいシで最も多いのは、炭酸カルシウムを主成分とする石である。この石は、細菌の塊や粘度が高くて固まってしまった粘液などの周囲に、 カルシウムが沈着することなどが原因で発生する。ただ、中には、魚の骨などの異物が、ツバイシ形成の原因となった例も報告されている。なお、カルシウムの摂取が多いことが、椿子が形成される原因となるかどうかは、不明である。さて、人の唾液腺には、大唾液腺と小唾液腺がある。これらのうち、学下腺には、粘液腺が含まれている上に、唾液を、 高校内へと分泌する管が上を向いているために、各河線内とそこからの唾液を分泌する管内に、椿石が形成されやすい。これに対して、自家線や絶下線に、椿石ができることは少ない。形成される椿石の大きさは様々で、2mm 程度から 40mm を超えるものまで形成されうる。大きさにもよるものの、椿石が存在することが触るだけでわかる場合もある。 また、記述のように、炭酸カルシウムを主成分とすることが多いために、X 線で撮影を行うと、つば石の形と位置を知ることができる。つば石ができたために起こる疾患を、つば石症と呼ぶ。唾液を分泌する管内に、つば石が形成された場合、食事中に、唾液腺が膨れ上がることがある。また、唾液の分泌障害が生じたりする。 唾液の分泌障害が原因で、つば石の存在する唾液腺への細菌感染が起こりやすくなったりもする。この場合、痛みを感じたりもする。これに対して、唾液腺の内部に、つば石が形成された場合は、仮に、つば石が大きくなっても、唾液の分泌障害などの影響が小さく、痛みなども出ない場合もある。このように、つば石の形成された場所などによって、症状は様々である。 つばいし症が起こった場合は、基本的につばいしを外科的に取り除く方法が取られる。つばいしの取り除き方は、石の大きさや形成された場所によって異なる。例えば、高校内の粘膜を切開して、つばいしだけを取り出す方法や、高校内ではなく、皮膚を切開して、唾液腺ごと取り出す方法などがある。ABCDEOTIP240? オチアイピアニッシモ、240から241、ハット AB オチアイ P241、ハット AB 松尾理由監修、古川人編集、よくわかる、病態整理14ジビ備員公疾患 P154、日本維持信報者2009年1月30日、発行 ISBN978 から4から784916306。ありがとうございます。